江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっと日本の話もあるんですけれども、韓国のゲーム会社東京ゲームショウに参加して虎視眈々と日本市場攻略に行きまいている模様ということで、ね、それでは見ていきましょう。くーちゃんお願いします。グローバル市場攻略を掲げる韓国のゲーム会社が次々と海外のゲーム展示会に参加している。8月のドイツゲームズコムに続き、今月末には世界的なゲーム大国である日本の東京ゲームショウで新作を展示する。11日、ゲーム業界によると、ネクソン、シフトアップ、ビッグゲームスタジオなどの韓国企業が2024年東京ゲームショウへの参加を確定し、出展準備を進めている。東京ゲームショウは1996年に始まり、毎年規模を拡大しているゲーム展示会で、ヨーロッパのゲームズコム、かつて存在した E3 と並んで世界三大ゲームショウとされている。今年の開催期間は9月26日から29日まで幕張メッセで行われる。ネクソンは子会社ネオプルが開発中のハードコアアクション RPG ファーストバーサーカー火山以下火山を出展し、私有のための専用ブースを運営する予定だ。来場者はゲームの序盤エリアハインマーフを探索しながら基本操作やゲーム性を学び、戦略的なスキル運用と精密な攻略を通じてアクションの神髄を感じることができる。神髄ときた。さらにボスボルバイノとランガースとの戦闘も体験できる。来年上半期の発売を予定している火山は、先月ドイツで開催された2024年ゲームズコムの前夜祭オープニングナイトライブ ONL で新しいトレーラーを公開し、私有ブースを設置した。このゲームは最大4時間以上の待機列ができるほどの人気を集めた。東京ゲームショウでも同様の熱気を維持できるかが注目される。先月 NC ソフトから370億ウォン規模の株式投資を受けて注目を集めたビッグゲームスタジオは、サブカルチャー系の新作ブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドを東京ゲームショウに出展する。ブレイカーズはアニメ風のグラフィックを特徴とする PC モバイルのマルチプラットフォームゲームで、キャラクターごとの特別な戦闘スキルを生かした戦略的なプレイが楽しめる。会社側はブースを訪れた来場者向けにグッズや私有コスプレなどの特別イベントも予定している。サブカルチャーの名門として位置づけられているシフトアップは、パブリッシャーであるレベルインフィニティを通じてモバイルゲーム勝利の女神ニケを展示する。勝利の女神ニケのグッズやポップアップストアなど様々なコンテンツが来場者を楽しませる予定だ。CFK は東京ゲームショウ2024でクロノソードをはじめ、食魂シード、百花繚乱、忍者島、ラフィン、キャットガールサバイバルなど5作品を出展する予定である。また、韓国コンテンツ振興院は、国内インディゲーム会社25社で構成された韓国共同ブースを展開し、東京ゲームショウに参加する。韓国コンテンツ振興院が直接選んだゲーム会社以外にも、地域ゲームセンターが推薦する様々なゲームが共同ブースを通じて現地の来場者と出会う予定だ。一方、2024年東京ゲームショウにはソニー、アークシステムワークス、カプコン、SNK、ガンホー、光栄テクモ、コナミ、スクウェアエニックス、バンダイナムコ、UBI ソフトなど日本及び世界の主要ゲーム会社が参加を確定している。記事現代、もう東京ゲームショウ、日本のゲーム市場を狙う韓国のゲーム。はい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して韓国の反応いってみましょう。なんだろう、なんでこんなに心躍らないんだろう。韓国の記事見ても全然心躍らないんだけど。はい、それではですね、1人目、こちら。いつも見狙いを定めろに向かって進めと言いながら後ろを追いかける太った警官のようだな。23-0リネージュ W みたいなものでまた出かけてグダグダ無駄に繰り返してろよ。4-0誰かが言ってたけど NC ソフトが潰れないとゲーム産業は復活しないってさ。3-0 NC ソフトが多くの課金型ゲーム、特にリネージュシリーズなどの魔力部を中心にビジネスを展開しており、これがゲーム産業全体に悪影響を与えているという見方。韓国が誇っていたマルプグだけど、現実は今、世界の2大巨頭は、ワールド・オブ・ウォークラフト、アメリカと、ファイナル・ファンタジー14、日本なんだよな。21。国民の力党があらゆる規制を使って、何十年もかけて、ゲーム市場を壊滅させたから、なんとも残念だ。事実、朝鮮のゲーム市場を壊滅させた、最大の貢献者は NC ソフトだ。
音楽市場の何倍もあるのがゲーム市場なのに、こんなに管理がずさんで大失敗する。お金になるゲームだけでなく、面白いゲームを作れるように奨励しなければならない。うまくいくと思うか？かっこ笑い。日本のゲーム市場攻略は難しいよ。サブカルチャーが強いし、任天堂とプレイステーションでパッケージゲーム市場が優勢だ。 3NK 国の三大ゲーム会社のような部分有料化でお金を吸い上げるゲームは日本ではすぐに潰れるだろう。01今ブルーアーカイブやニケが何年間も日本でお金を吸い上げてることも知らないの中のカエルたち。02はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。まあちょっとゲームわかんない人には全然わかんないよね。私もこれ何言ってるかさっぱりわかんないんですよね。なんだろう、知ってんの、なんだろう、知ってるのね。あ、ニケは知ってる、ニケは知ってる。あとなんだ、アークシステムワークスのなんだっけ、あの格闘ゲームの太ももの女の子を知ってる。そして渓谷ブースに誰も来なかったまでがデフォ、かっこ笑い。ケイヤシーのデザインにフェミさんだんまり。そういえばそういうのブース参加すると中に優先的に入れるって聞いたことあるけど、かっこ笑い。ネットやってる人ほど渓谷嫌いだと思うけど、そんな人たちに興味持ってもらえるかね、草。TGS の目玉はドラクエとモンハンやないか。あとシャドウズの現地なのにオンライン参加のみのウバー。なお UBI はオンラインでのみ参加という日本を愚痴にしてるゲームなんのなぜだ。どの面下げて参加すんのかよ。ほんとね、オンラインでのみ参加、うん、なんかどっかで聞いたことあるようなシナリオだな。パクって楽に作ったんかな、わら。開発中のゲームできるからパクるための準備か。まあ参加することに意義があるよね。あの国のゲームなんか偏りあるよね。課金させるなら裏表いらないし、課金なしで楽しめるものない気がする。完全に負けだね。パソコンゲームもバグ多いし。コミケみたいなノリで参加してる。 AAA タイトルのお披露目会だから恥かくかもよ。お前ら課金でガチャ回させるゲーム以外に何か作ってたっけ。また渓谷ブースバリゴリンのコリアハウスの二の舞になったらどうするの、わら。ライアーゲームは得意なのにうまくいかないもんだね。そして任天堂がスイッチにを出せばもう世界征服じゃん。アンダーグラウンドで色特化したゲームなら世界取れるよ、お前なら。渓谷が出展するゲームすべて課金システムなんだろうか、わら。今も昔も日本に食わせてもらおうと羊だな WE 加減に自分の足で立ってもろて。韓国って多分エロゲーダメじゃん、もしかしたら法律的に。UBI どうせお前らのブースなんてガラガラだろ。お前らはバニーガーデンでウハウハでもしてろよ。バニーガーデン日本のゲームだね。はい、ということでね、太ももはねブリジットっていう子なんですけど、男の子ですね。はい、それではですねこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。